今日は新しいアニメーションアプリの紹介です。今年2020年のアップルデザインアワードっていうのを受賞した、ルームっていうアプリです。こんな感じのシンプルでポップなアニメーションが誰でも作れます。結構ね、可愛らしい UI で女性受けしそうなアプリですね。で、このアプリのすごいところが、Apple Pencil でこう線をね、描いただけでアニメーションが作れるっていうすごい面白い機能があるので、その辺を紹介しつつ、今日はこのライトのアニメーションを作っていきます。で、ちなみにアプリの値段は1200円ですね。ちょっと高いんですけども、買う価値はあるかなと思います。概要欄の方にアプリの URL 載っけておくので、よかったら飛んでください。はい、じゃあアプリ立ち上げていきます。で、一番初め左上のプラスボタンでキャンバスを作っていきます。で、立ち上げると左側にいくつかボタンがあるんですけど、左下に1個と、左の真ん中に大きな丸が1個あります。で、これを長押ししたらまた違うアクションが出てくるっていう構成になってます。で、一番初め背景の色を変えたいんですけど、その時は左下のボタンを押しながらこの右側のカラーをいじると背景の色を変えることができます。で、このアプリ基本的には手書きでアニメーションを作るアプリなので、ブラシがベースになるんですけど、ブラシの色を変えるときはこの真ん中のボタンを押しながら右側の色をいじると、こんな感じで色を変えることができます。で、ブラシの不透明度とか太さを変えたいときはこの右側の上のところと下のところですね、ここで変えていきます。で、基本的にはこの太さとか色を変えたいときは絶対にこの左の丸いボタンですね、さっき説明したやつ、これを長押ししながら右側をいじるっていうような構成になります。この左のスレッドボタンを長押ししないと何もこう変えることができないので、そこだけ注意してください。で、この左のスレッドボタン長押しするとフレームレートっていうのが出てきます。ここですね。この数字を高くするとこのアニメーションがすごく細かくなります。カカカカカカカってなるんですけど、低いとカッ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 カみたいな感じで、鈍いアニメーションになります。で、あとはここで、フレームのコマの数ですね、こことかも調整しながらアニメーションを作っていきます。で、今回はフレーム数は12で、コマの数は16でやっていきます。で、ちなみに上のところに再生ボタンとか消しゴムとかもあるので、これはですね、必要な時に皆さん使ってください。じゃあまずちょっと基本から、丸を1個書いてみます。で、この状態で画面のどこでもいいので、こういう感じで、指で時計回りにこうスライドさせます。針をスライドさせるような感じです。そうすると次のフレームに進むので、こんな感じで、ちょっとね、丸をずらしながら、こう1個ずつ書いていくんですよ。こんな感じで。で、とりあえずこれで完成です。で、再生ボタン上にあるので、これを押してみますね。そうすると、こんな感じで、パラパラ漫画みたいに一個ずつコマが進んでいって、それがアニメーションみたいに見えるというような感じです。基本的にはパラパラ漫画を作るような要領で、このアニメーションアプリを使っていくって思っていただければいいと思います。じゃあこの要領で、さっきのランプですね、冒頭に見せてたやつを描いていきます。下の方からニョキニョキっとランプが出ていって、だんだん光ってパチパチパチってね、光っていくような感じのアニメーションを作っていきたいので、まずはランプのこの底を今描いていきます。一個ずつ、こんな感じで。で、コマが描き終わったら次のコマに、指で時計回りに回して、こうやって進めていくというような感じです。ちょっと描いてみますね。じゃあこんな感じで、とりあえずこのランプの黒いアウトラインのところは完成です。再生してみます。こんな感じですね。だんだん下からニョキニョキニョキって生えてきて、最後はこう点滅してるような感じで描いています。で、この後このライトに色をつけていくんですけど、ちょっと色をつける工程が少しややこしいので、ここしっかり見ておいてください。左下のボタンを押すと上にプラスっていうボタンが出てくるので、これ押します。で、そうすると新しいこの丸いボタンが現れるんですよ。レイヤーみたいな感じですね。で、これルームのアプリではスレッドって呼んでるんですけど、この新しいスレッドを1個作ります。上に
で、このスレッドの並び順も変えれるので、こうやって下にギュッて移動させます。で、ここに色を塗っていくっていう感じです。で、このスレッド1個に対して1つの色しか使えないんですね、このルームのアプリは。なので黒の上から黄色を被せて塗ろうとすると全部黄色になっちゃうんですよ。なので色を変えて作りたいときは新しいスレッドを1個作って、そこに色を塗っていくっていう感じに作っていくと思ってください。なので新しいスレッドを作ったので、ここに黄色を塗っていくんですけど、まず黄色を取りますね。スレッド長押ししながら黄色を取って、塗りつぶししたいときは、この下のところにですね、丸いボタンがここにあるんですけど、これを押すと、塗りつぶしに切り替わります。なぞったところの中が勝手に塗りつぶされて、こんな感じでね、黄色で埋め尽くすことができるので、これで、中を塗っていきます。はい、じゃあ黄色のところも塗れたので、ちょっと再生してみます。こんな感じですね。下からニョキニョキニョキって生えてきて、ピカピカって光るような感じにしてます。じゃあここからちょっとこのアプリのすごいところを紹介します。Apple Pencil で適当に線を描いただけで、それが勝手にアニメーションになるっていうすごい機能があるので、それを紹介しますね。で、まずはここ新しいスレッドを1個上に追加してください。で、次にこの再生ボタンを押します。で、そうするとさっきまで作ったアニメーション再生されてると思うんですけど、この状態で Apple Pencil で線を描きます。そうするとこんな感じで描いた線がアニメーションになります。これすごくないですか。この描いた線が一個一個コマになって、アニメーションに見えるっていうやつですね。で、Apple Pencil でシュッて早く描くとめちゃくちゃ早いアニメーションになるし、ゆっくり描くとスローなアニメーションになります。で、この機能を使って、この真ん中のライトから光が外に向かってバチバチバチってね、生えてるような感じで作っていきます。これがね、ちょっと難しいんですよね。タイミングがあるので、光がこう、ピカピカってなった瞬間に外からシュッてこう出る感じに作っていく必要があるので、こうずっと再生しながら、こうタイミングをね、見計らって線を繋いでいくっていうような感じです。はい、じゃあ最後はテキストをつけて終わりになります。テキストのところはですね、フレーム数は3コマぐらいにして、3枚がこうパチパチ切り替わるような感じでやるといい感じになると思います。はい、で、これで完成です。最後ちょっと再生してみます。はい、どうでしょうかね。こんな感じですごい可愛いアニメーションがすぐに作れます。で、この Apple Pencil で描いただけでアニメーションができるっていうのがね、すごく良くて、まあ、他にもね、アイデア次第でめちゃくちゃいいアニメーションが作れると思います。もうこれを使うためだけに1200円払ってもいいっていうぐらい、めちゃくちゃこの機能がね、気に入ってるので、ぜひ皆さんもお金に余裕がある人はですね、1200円出して買ってみてください。はい。で、書き出しするときなんですけど、左下にボタンがあって、それを押しながら録音ボタンを押すと、書き出しというかこう、MP4 みたいな、画面録画みたいな感じになるんですよね。で、それで、書き出すことができます。残念ながら、GIF とかで書き出しすることができないので、それがちょっとネックですけど、まあ、MP4 で書き出して、何かに貼り付けるとかね、YouTube のオープニングに貼り付けるでもいいですし、まあ、そんな使い方をしてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日は以上にしたいと思います。iPad でアニメーションを作れるアプリって本当にね、どんどん増えてきてて、以前にも紹介してるやつがあるので、それも概要欄の方に載っけておきます。そっちは無料のアプリですね。フリッパクリップってやつなんですけど、そっちもよかったら見てみてください。はい、ということで、この動画面白かったらぜひいいねボタンと、あとチャンネル登録してない人はぜひチャンネル登録もお願いします。はい、ということで次回の動画もお楽しみに。バイバイ。